皆さん、焦点の時間でございます。転居のシーズンでございますね。なるほど。皆さんはですね、〇〇に引っ越した、もしくはですね、誰々がどこそこに引っ越したなど言うてください。私がですね、どうしてそんなところにと聞きますので、さらに返してください。はい。あ、ちのさん。森島がタックスヘイブンに引っ越したらしい。どうしてそんなところに？まあそういうことやろ。俺も察し悪すぎるやろ、聞くなよ。タックスヘイブンに引っ越した時点で理由はただ一つやろ。もうわかるやろ。それ以外何があんの？一番最初の単語についとるんよな、もう理由が。そうじゃあはい、ロボロさん。なんか大先生と小根島が一緒に引っ越したらしい。え、なんで一緒に？なんかね、2LDK っていうらしいんけど、2人のレディーと大先生と小根島って部屋らしいわ。おー、なるほど。 LDK やん。2レディー、大先生、小根島っていう 2LDK。 3LDK はそこそこ闇が深いってことも見えてくる。そうやな、3レディー、大先生、小根島やろ。じゃあはい。お、食うとるな。どうやら食器はシンマの家に引っ越したらしいな。ん？え？どうしてそんなところに？よくは分からへんけど、ご飯の皿だけ持ってっとったで、あいつ。何しに来たんねん。いや、そんなサラダ、皿持ってこられても困るよ。箸もいるってことか。いや、そういうことじゃねえよ。はい、トントンさん。なんかあのトントンさんがあれらしいですよ、なんかベトナム人と一緒に群馬に引っ越したらしいですよ。え、どうしてそんなところに？豚と間違えて窃盗されたらしい。あー、あのあれか、あ、窃盗事件あったな、豚の。あったな。引っ越してお前。引っ越しって単にお前輸送されただけ盗まれてへん。絡まれてるし。どな、抵抗せんかったんかな、トントンさんサイド。はぁ、あ、群馬ですかみたいな感じで。あんまりいったお前、抵抗もなく。笑顔の医者と何とも言えない表情の子供、一体何があったんでしょう。なるほど。はい、千代さん。この笑顔の医者、主治医じゃないんですよ。しかもこの何とも言えない表情、こちらです。あー、そういうことなんや。いや、その報告今されても笑いづらみたいな。いや、確かに子供、あの何とも言えないふにゃっとして笑顔してるな。うん。じゃあはい、ロボロさん。いやー、僕にはこれにしか見えなかったですね。登場人物増えてるんですけど。おい。リンゴジュース追加するの。これ、いや、ロボロ、お前間違っとる。これ間違っとる。何が間違ってるんですか。なんでお前ゾムさん足さへんねん。左にゾムやろ。はい、トントンさん。お題無視すんねんけど。はい。さっきちょっと会話の中で聞いたけど、多分これとある漫画の多分潜在やと思う。え、漫画の状況が違うけど。うん。あなるほど。多分海外版なんちゃうから、左多分とある博士やと思う。ハリウッド映画化したらこうなるんや。あ、こうなるんや。じゃあ、右のお母さんは、右のお母さんはよ。これ、蘭姉ちゃん。蘭姉ちゃん。蘭姉ちゃん、向こうの高校生じゃなくなってるよ。いや、向こうの高校生こんなもんやろ。違うやろ。おかしい。キャンパスライフにはピチピチの金髪美女がおるんや。お前それはそれで気持ち悪いの。